おはようございます。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 え、もう言わんがや。無理。これ何リール。さあ、何リール。釣りの釣りのリール。じゃあこれ何リールって読むや。憧れのベイト。そう、ベイト。巻き心地が最悪に悪い。この時点でなんかガクンガクンなる。この間これ使うよったら負けになったろう。ん。でね、そうなってね、なんかおかしいやで。ここクラッチが切れんもん今。ここクラッチが切れん。カチャっていかん。フリーにならん。ということで、こちらの方を分解して。綺麗に収める？治るもんなら治してみましょう。治らんもんならもう諦めましょう。いやなんか部品が割れ中とかやったら治らんきね。アロンアルファ。そんなもんで治るわけないやん。もちろんだ。これ消えんやつだよ。これはメーカー不明の。キラーン。キラーン。これで消す。メーカー不明やね。こちらを周りにいっぱい塗って。分解の仕方もわからん。じゃあどうやってやるんだよ。最終的にできるんじゃない。スプールの外し方がわからん。こうかな。四角を書いて、四角の中に入れてみたら、スプールの外し、あ、なんかボタンになっちゃう。ここボタンになっちゃうで発見した俺。こんな子あったからね。知らなかった。はい、開いた。もう見て、パキーン。こういうことでしたよ。メロンの皮を開けるとき。メロンの皮を開けるときではないよ。スプールが抜きました。綺麗よ。意外とクラッチが降りん理由はね、どこにあるかやろね。開けてみる。開けたら元に戻せんなる。開けたら元に戻せんなるよ。大体がネジで止める。それを覚悟した上で自己責任でやってください。真似をする人は。ハンコ。ハンコ押しは？うん。ちゃまは？ちゃま何しは？絵描き。絵描きをか。絵を描きたハンコ押し。絵も描かないか。ウミリのいい描き方があるが、蝶々の。ウミリのいい描き方か。教えて。まず蝶々リボンみたいに描くが。それがいいわ。うん。これがウミリの蝶々の描き方のおすすめ。ウミリのいい描き方のおすすめ、うん、で触覚みたいなところをウミリは描くがやけど、その時に目を丸くする。目を丸くする。蝶々の中の模様をきれいに描く。蝶々の中の模様をきれいに描く。そして私は今3つ目のネジを外したところでございます。はい、オープンザアカンシ。まだネジあって、ここにも中にもあった。いっぱいネジあるね。ネジがね、いっぱいあるで。片付けるとき部品1個でもなくしたら集めれになるで。そういうことやね。まあ大体バラしたら部品余るき。ネジ余って完成やき。部品入れいる？あ、このネジだけちょっと長いき、気をつけましょう。長いネジは中。長いネジをすると。まだあかんきね。ここにも外しよう。遅いな。どっちの黄色が綺麗と思う？正解は、それ返事しちゃった方がいい。うん、こっち、うん、正解はペンギンの方でした。なん、違うんかい。ペンギンの方が黄色は綺麗です。のかん。まだどこネジ。こっちの方が明るくて綺麗なのだ。あのくそ。のくそ。のくそやけど、これもう一回抜いたら戻りそうにない。で、やめとけ。ハンドルを抜けろか。海のこの古
箱の中でお気に入りのペンはこれ。ハンドルの場所。鉛筆のカラフルなやつ。先がこんなカラフル。これで中を塗りつぶす。クサクサクサチェミチェミ。どこさ。ハンドリングをのけたと。じゃあどっちのカラフル鉛筆が綺麗と思う？知らない。答えてこれも。うん、こっち。それからこっちでした。なんで？全部間違うやん。グリミア？グリミア？こっちは色の種類が3やけど、こっちは7で。7色。7色。こっちは3色やけど、こっちは7色。7色。七色とは赤。七色とは赤。七色とは赤。青。紫。水色。緑。黄色。オレンジです。です。ピンク。オレンジじゃない、ピンク。うわす、いっぱい飲めた。すげえ。やばげっちょん。あ、なんか部品これやっぱ折れちゅうやない。これ回ってるね。やっぱり巻くときに止まるんだ、それで。これシャーペンやんか。けどこれね、中に芯、つかんがあって、でね、中に芯ないと思うけどね、これはね、もうね、壊れちゅうがで。なので、これは遊べるものなんです。ほら、やっぱり中から割れた部品が出てきましたね。これどこでしょう？どこが割れてるんでしょう？これかな？これけど、素材が違う。これがネジだ。ブイン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 。なあ、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 なあ。このネジ長いね。部品がね、奥まで入るネジ。これ完全に割れてある。この頃に差し込まないか。もう、ぽいやね。もう、ぽいやね。あ、わかった。ここや。ここ。これが割れちゅう。この割れた部品がどっか引っかかって回らなかったりしよったよね、どうやら。いたたたたん。このペンすごいで。笛になっているペン。ほら。吹けて、ここが抜く。これ抜けたらどうなるかよね。ペン。すごいんだよね、これ。これでここ拭けるんだ。このペンすごい色。上になっちゃうが、ほら、ちゃんとした。あ、これとこれがひっついちゃったわや。なるほど。ほんでここのクラッチやき。メイリさんの羊引こうとしたら変なやった。割れちゃった部品を外して組んでみよう。何の役に立っちゃったのかこいつが。じゃあもうめっちゃ不器用やん。何だ、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 何だ。チャーミちゃんの羊？うん、正解。チャーミちゃんの羊。ねえ。おい、チャーミちゃん。サムネができたで。それ？いや、いや、そんなん顔。誰が見たいがよ、その顔で。ピースはこれ、おはようございます。尺に壊されたよ、これ、このリール。これどこに入れるわ。このリールなんで壊れたかと思う。ワニがね、食べたき。なんか家魚っちって壊されたらよかったのにね。多分なんちゃらないところで勝手に壊れたね。
ゴンズイ、どっかに引っかかってゴンズイどっかに引っかかってゴンズイの引きにやられたかったら面白かったけど、どっかにさ、引っかかったじゃない、引っかかった、それでなんか巻こうとしたらちぎれて、うん、わーわーわーって大騒ぎになって負けになった。大騒ぎか、カチッて言ったで、ここ回したら触らんとってくれる。えへへやないじゃん、メーリさんのなんか触らんとってくれる、マジでネジ一応順番通りに置いちゅうやけど、なんか思うよな、ドキドキだな。この消しゴムすごいで、消しゴム分解できるで、これドラ消しゴムはこれこうなってて、これが抜けて、ドラグを入れて、これもこう抜けれて、でこれもこうなって、でここもこういう感じ、あ、やばい、これ消しカスが、消しカス集め、あー、なんかわかった、ドラグネジか、あれドラゴンネジ、トラ止まらんもん、待ってて、クラッチ、あ、自動クラッチか、使えるかも、ひょっとしたらうまくいけば、けどドラグなんかおかしいよね、あー、でも回転のスムーズさがないな、ここでゴリゴリがある、ダメだな、こら、これダメだな、こら、相棒がどこ行った、相棒のチャーマーはどこ行った、え、今、奥想定だ、これが周りのね、相棒はどっか行った、遠くで歌えよって帰ってきた、疲れた、私の相棒帰ってきた、トイレ行って疲れて帰ってきた、トイレ行ってねえわ、え、トイレ行ってねえが、うん、踏まれて疲れてないが、なんてマック、パパマジックしちゃうか、マジックもできるわ、じゃあまあできるよ、そりゃそりゃできる、すごいやん、行くぜ、うん、どこへ、この筆箱のどこへ見よってよ、どこ、どうして、だから駅、この筆箱の中身のものでマジックをします、な、どうして、まず、まずパパ答え言うなよ、知らんの、このテレ、このテレビで見る皆さんにやります、これ鉛筆でね、普通に鉛筆やね、これがスイーツ1、スイーツ、ゴキ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 、どんどん曲がっていきます、どんどん曲がっていきます、シュー、ほら鉛筆がなんと曲がるのでー、邪魔、ネジいっぱい俺忘れちゃう、ネジいっぱい忘れちゃう、ほら、パパも見て、いや、見れないな、今鉛筆ですよね、うん、曲がり鉛筆が曲がるよ、これを元に戻すのはシュッシュッシュ、それ俺がこうじゃったらな、タラリラリラの答え言うなって言ったよね、てめえ、あ、それが答えなの、そうだよ、これは曲がる鉛筆なんだよ、あ、答え出た、あ、それ言われんかったのか、あ、なぁ、俺も言ってしまったじゃねえかよ、てめえ、これが壊れてるやつ、そう、割れちょった中で、あー、すめるき、
いや、海で使いよったのにね、中は錆びたりしてなかったの、全然。はい、寒い。あん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 、嘘。はい、海里が描いた絵を見せまーす。見せまーす。見せまーす。てれーん。海里が描いた絵はこれでーす。ネジ全部はめたんで、これでーす。これでーす。踏んでいきまーす。これでーす。踏んでいきまーす。これでーす。踏んでいきまーす。邪魔ちょっと本気で邪魔本気で邪魔って言ったら抜いてくれる。で、次はこれです。で、次はこれです。うわぁ、ごっつ邪魔。なぁ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 。みんな見て、すごいよ、行くで。これ真っ白白のページやんか。それで、これペンやんか。これで、チリリリリってやってる。このページ無駄やんか。けどね、このページね、消えるんですよ、なんと。行くで。これトラック。これ消える。うん、ほら見た？消えたんですよ。最近学校でペン回し流行ってて、ペン回し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 。サムネはない。これいいやろ。キシ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 。この普通ベイトリルって邪魔。邪魔。え？普通ベイトリルって邪魔。邪魔。クラッチを切ってハンドルを回したらこれはパチッて自動で戻るやけど、これはね戻らんなった。貸してみ。はい。その部品がこの折れたこれやね。もう大事だね。これは自動でリリースさせる部品やったみたいやね。でこれがへし折れて、うん、折れて。カチッて言わんで。使えんね。カチッて言わんで指で上げないかも自分で。けど使えるわね。けど使える。けどもう使わん。顔。これでよくライジを釣っていた気がするけどね。ズブソ一匹も釣ってません。生魚。このリール全然釣ってないで。中の糸綺麗。使いにくいね。それ上に上げるときがむずい。上に上げるときがむずい。竿についとったら意外とできるかもしれないし。うん、使える使える。こうやってやったらフリーになる。糸を挟む。慣れたの？使えんことない。使わんけど。じゃあ捨てるわ。うん、もういいです。はい、じゃあ閉めてください。バイバーイ。リールが壊れたので分解して開けたら中から割れた部品が出てきました。割れた部品をのけて組み上げたら。治りませんでした。使えるけどね。はい、どうぞ、言うて。忘れた。今の全部言うて。忘れたぞ。じゃあもう一回だけ言うちゃうけど覚えてよ。いけるとこまで言ってよ。リールが壊れたので、直そうと思って分解をしました。すると中から割れた部品が出てきました。割れた部品が引っかかって邪魔をしてたので、その割れた部品を取り除いて組み上げてみました。すると、使えるようになりましたけど、こう自分でパチって戻さないかんので、もうそれじゃあ、面白くない。使える気がしないので、もう使えません。せい！はい、言うて。忘れた全部もう。自分なりに。長すぎて。じゃあ、一緒じゃなくて、自分。おい、もうバーイ。さあ次はどちらの動画をご覧になりますか？こっち？こっち？こっち？やっぱこっち？どっちの方が面白いかな？まあ全部見ていただければ嬉しいと思います。飼い主の皆さん、いつも本当にありがとうございます。ありがとうございます。助かってます。またお願いします。